これでは話が平行線だな。帝国軍第14軍団長ガイウスから我々に届けられた召喚。それに対し私たちが出すべき結論、アルテマウェポンを持つ帝国軍の前に屈するのか、あくまで戦うのか。第七霊祭から5年、人々の顔にやっと笑顔が戻ってまいりました。その人々を再び戦場に送ることなどたやすく決意できるものではありません。特にガイウス卿が申す通り、三番神をたやすく打つ力があるのであればなおのこと、戦となれば戦場は七となりましょう。それにソージャ島は国内の不測の事態に備えておく必要があります。エオルゼア諸国が抱える蛮神問題、大きな犠牲を払い蛮神と永遠に戦い続ける未来はまさに暗黒。このまま消耗戦を続けることは我が国家団に限らず皆が望まぬはず。ガイウス率いる第14軍団が本国の意向を離れ独自に動いているとの情報もある。奴らに従わないまでも同調の道を探ることもできるのではないか。鋼鉄と呼ばれた女帝徳殿も弱気なことだ。結局はグリダニアもリムサロミンサも国内問題を優先したいのである。ウルダハも人のことを言うのか。恥ずかしい話だがな、迫るアマルジャ族に押し寄せる難民、そして一枚岩になりきれぬ砂轄衆、これでは不滅隊も簡単には動かせん。大層な演説で国民を沸き立たせたところで目の前の問題がすぐに片付くわけではない。ラウバーン、それはどこの国も同じじゃ。誰もそれを責めることはできぬ。皆戦いに疲れておるのじゃ。昇進した民を導くには綺麗事の言葉も必要。祭り事とはかようなものじゃろ。ガイウスなる者がそれを責めようとも、わらわはラウバーン、そちを責めん。力なきはわらわも同じじゃ。もとよりエオルゼアと帝国は敵じゃ。ただ復興に明け暮れる日々の中でそれを忘れていただけに過ぎぬ。私たちが復興を目指す陰で帝国は刃を研ぎ続けていった。森を抜ける風のごとく過ぎ去っていったこの5年、私たちと帝国が成してきたことはあまりに違います。今や暁の決明は失われた。彼らは蛮神問題の担い手としてだけでなく、エオルゼアの精神の支柱でもあったのだ。暁の決明は失われてなぞいない。ミンフィリア、アルフィノ殿、それにシド、あなたもみんな無事で。お前たち生きていたのか。どうしたのだ諸国の首領よ。エオルゼアの民は皆気高く誇り高く惜しいのではなかったのか。蛮神を倒すために大きな力に頼るのは間違っています。大きな力を用いて蛮神を倒したとしても、結局はそれより大きな力を求めて新たな民が新たな蛮神を生み出すだけ。蛮神とは混乱と絶望のうちに民が祈り願うことで生まれいずるもの。
ならばその世を正さない限り万神は生まれ続けるのです。それに帝国と同調などありえない。奴らが力でエオルゼアを支配する未来、それこそ暗黒の時代が訪れるぞ。目の前の問題は自分たちで解くことに意味があります。安易に力という回答に頼るのは怠惰よ。エオルゼアの平和とは何だ。5年前皆が命がけで戦ったのはなぜだ。真の平和と自由を勝ち取るためだろう。エオルゼアはまだ牙を失っていない。そうだろう。私たち暁の明かりは再び灯ったのです。今こそもう一度心を一つに、エオルゼアを救うために。真の商人は未来の利のために財を投じる者。そうなんだろ、牛親父。シド。自分の愚かしさに腹が立ちます。大地と豊穣の女神ノフィカ様の教えを今になって思い出すとは。豊穣の恵みは先人の血と汗と中にこそ得られるもの。それを森の恵みだなどと享受することに慣れきっていた私は、なんと情けないことか。グリダニアはエオルゼアの気高き民。私たちグリダニアは歴史上も侵略者に対して一歩も引かずに戦ってきたのです。今更何をお呼び腰になる必要がありましょうか。ソージャ島は動きます。この神々に愛されし美しい大地から帝国を放逐し、私たちのエオルゼアを取り戻すために。面白い、面白いぞカヌエ。そうじゃ、その顔じゃ。お主らにエオルゼアに足らなかったものじゃ。ラウバン、ウルダハも負けてはおれぬぞ。いつの間にか我が輩は恐れていた。また祖国を失うこと。戦わずして祖国を守れようか。困難こそ勝機かつ勝機と分かっていたはずではないか。我らウルダハはエオルゼアの大しき民。枯れた砂地に倒れようとも砂金をつかみ立ち上がるまでよ。我が輩たちは何度背中を押されたのだろうな。この熱き心を持つ者たちに。さすがグランドカンパニーの名手たち。どいつもこいつも裏を返せばくせ者ぞろいってわけか。私だって気骨一筋の海賊上がりだ。たとえ相手が帝国だろうとやってやろうじゃないか。面倒なやつは味方につけるか海に沈めろ。海賊の掟に従うまでだ。エオルゼアの誇り高き民、リムサロミンサという巨漢の底力を見せてやる。このエオルゼアの危機、わらわたちで守ってみせようぞ。おう！まずはアルテマウェポンの頭を押さえます。海上拠点は我らが押さえよう。お願いする。では不滅隊は前線に出よう。世話を焼かせたな暁の者。
もう心配はいらぬぞ。軍略は我らに任せよ。砂の家に控え、号令を待つがよいぞ。バラバラになりかけていたエオルゼアがまた一つになってくれたわね。そしてエオルゼアの牙がまだ折れていないことが証明された。祖父もこんな気持ちだったのだろうか。あれも君の超える力なのかい。まさか。ただ暁というほのかな明かりが世界を照らした、それだけよ。あら、ちょうどよかった。私たちも今戻ってきたところよ。今開けるわ。大丈夫よ。担当国のグランドカンパニーと連絡を密に取り、作戦を詰めてくれ。ウルダハはシド、頼めるか。任せろ。さて、忙しくなるな。燃えてきたぜ。忙しくなるわね。さっきやいい。私たちは以前から天使いアシエについて調べてきたの。古の時代より歴史の影に潜み、常に混乱と戦を煽ってきた者たち。アシエンは実体を持たぬ不死の存在よ。黒い水晶、闇のクリスタルを媒体に、それを手にした者に憑依する。結論から言うわ、サンクレットは救えます。これが闇のクリスタル。それはエオルゼア各地の変属性クリスタルを解析して作られた研究用のレプリカ。たった今、私たちの後援者でもある組織バルデシオン委員会から取り寄せたものよ。サンクレットには闇のクリスタルとアシエンについて調査をしてもらっていたの。彼は賢人の中でも腕利きだったわ。だから油断していた。まさかこんなことになるなんて。彼はルイゾアのじっちゃんが亡くなったのを契機に
みんなに少しでも頼られる存在になろうとしていた。いつの間にか自分のことを俺なんて言い出したりしてたね。その焦りがアシエンに憑依される隙になったか。サンクレットの持つ闇のクリスタルを破壊すればきっと憑依は解かれる。そうすればサンクレットは助かるはずよ。あなたにはいろいろな協力をお願いしてきたわ。これが最後のお願い。どうか彼を助けてあげて、そしてエオルゼアの平和のためにあなたの力を貸して。ありがとう、本当にありがとう。5年前、混乱の渦中だったエオルゼアは光の戦士たちと呼ばれる英雄に救われた。エオルゼアを渡り歩き、数々の蛮神を倒してきたあなたこそがあの時の光の戦士たちだと噂する人々もいるわ。だけど私はそんな噂どうでもいいの。私はあなたをエオルゼアに生きる一人の勇敢な冒険者としてお願いしたわ。過去の英雄は記憶の中に消えた。でもあなたこそが今このエオルゼアを救うために母なるクリスタルに導かれた光の戦士だと、そう信じています。行きましょう。神々に愛されし地、このエオルゼアを救済するために。